ということで、YouTube チャンネルでご覧の方こんばんは。今日は月夜の子猫、東京銀座からですねお届けする YouTube ライブになっております。前半のステージを皆さんと、はい、会場のお客様とで楽しんでいきたいと思います。ということで、月夜の子猫では定番です。定番じゃないね、レギュラーです。ピアノの山田芽衣さんです。人に対して定番ってなんて何でしたっけね、そういう時の言葉って。レギュラーはい、ということで、では今日も芽衣さんの選曲による、はいはい、あの面白い選曲による線、順番で、はい、曲順も、はいはい、私が絶対に作らない選曲をいつもです、ね、はい、してくれるメイさんなので、はい、今日も期待を裏切りませんよ。さっきちょっと曲順聞きましたけど、はい、1曲目は、はい、アナゾさんビオラを持ってます。はい、1曲目がビオラです。はい、コキリコ節、はい、という曲、はい、富山のものですね。はい、行ってみたいと思います。はい、thank you.
Thank you.
使いますか。はい、はい、ありがとうございます、はい、あなたなんか本日なんかニュースがあるんで、ニュースがあるんですよね。CD のこと。あ、はい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 、はい、言っちゃいますか。言っちゃっていいですか。このタイミングじゃない感じですか。そう、まあでも、まあ YouTube でも、はい、大きい声じゃ言えませんけどって結局言っちゃってるから。そうですよね、まあ、大丈夫、はい、大丈夫じゃないけど大丈夫かな。あの、いや、はい、12月1日リリース、まあ、つまり明日です。明日ですね。はい、はい、あのあ、でもこの YouTube は明日、まあまあまあいいや。あの、あの12月1日明日リリースの CD なんですけど、はい、まあ私、まあ、ぶっちゃけもう商品持っちゃってるので今日なんかたくさん同じ CD が積んでありますよね。あれはい、ちょっと日付間違えちゃった、はい、持ってきちゃってるので、はいはい、もしよかったら、はい、ったら、あ、なんか共に走るってタイトルなんですね。そうなんですよ。私野田さんピアニストで一緒に走ってたなんて知らなかったな。いや野田さんと走ってないですよ。走ってないですか。走ってたな。私は多少走りますけど、はい、そうですよね、はい、私は多少走りますけど野田さんは走ってないんですけど、はいはい、あのこれあのブラインドランナーとガイドランナーの方 の、はいはい、あのまあ曲っていうか、はい、あ、そういう曲も入ってるんですね。入ってるんですよ、はい、あのガイドランナーのあるガイドランナーの方が、はい、いつも一緒に走ってるブラインドランナー の、はい、あの人に、はい、誕生日プレゼントとして送りたいから金沢さん曲を書いてくださいって依頼があったんです。はい、でちょうどその依頼の曲を書いてたのが8月だったんですよ。お、はい、でもうちょうどパラリンピックの時だったんですよ、はい、そうですね。そしたら NHK のパラリンピックの番組に何か何日も出演させていただくことになる、はい、そうなんですね。で そんな急に出演が来たんですね。あ、すごい急でしたね。そういうことなんですね。あの、はい、8月のだから2週目がオリンピックの番組の最後の出演の日かな、はい、あれ1週目だったかな。まあでもそれがあってからですねパラリンピックが決まったのね。すごい。でその7日間出演させていただいたんですけど、その一番最後の日の、うん、一番最後の時に金沢さんなんかそのパラリンピックのね、今回のパラリンピック、うん、まあ総括してというか、はい、1曲をお願いしますみたいなこと言われた時に、もうちょうどこの曲を書いてたのもあり、もうパラリンピックって、はい、もうパラスポーツに対する気持ちみたいなのを全部込めた曲だったので、なるほど。NHK でこの曲のちょっと、はい、まあ一部ですけどね、時間的に、はいはい、弾きまして、はい、素晴らしい、そういうことだったんですね。そうですね、なんかね、こう呼んでますよね、いろいろね、こう何かやるとこう結構ね。だからもうこの今回のアルバムタイトル曲はもうこれでいくしかないかなって。はい、野田さんが走っていたわけじゃない。野田さんは、野田さんはね、走らないはい、と思いますよ。あのお誘いしたことはありませんけど、あ、ないんですね。一緒に走りませんかと、はい、言ったことはないですけど、はい、多分走らない。分かりました。よろしくお伝えください今度、はい、走ったらって。いやーちょっと私からは野田さんも、はい、ね、結構意外と結構なお年ですから、はい、あ、そうなんですね。実は若く見えます。若く見えますよね。なんでそのこの話なんでこの YouTube でこの人のそうですよ、ね、いや、ま、陰口じゃないですけど悪口でもないけどこんなの流しちゃっていいんだろう。次の曲行きましょう。次の曲行きましょう。はい、CD の紹介では全然なかった。まあ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 いいです、ね。まあそのうちいつも、はい。はい。次の曲はなんと私のオリジナル曲をやらせていただきます。そう、はい、ジュネさんのオリジナルがこの月夜の子猫の私のライブで出るのが久しぶりですよね。そうなんです、そうなんですよ、はい、これは、ですね、実は私が大好きなピアニストがいまして、オマール・ソーサっていうピアニストなんですけど、その方がですね
トレスノータスっていう曲を作っていて、これスペイン語であの3ノーズっていう意味で3つの音っていう意味なんですけども、そこからちょっと私もじゃあちょっと似た感じの曲を追い越そうと。あ、いや、もう絶対無理です、そんなとってもないです。あの、はい、4ノーズっていう4つの音っていう曲を書きまして、アナザーさんがひたすら4つの音を弾いています。最後まででも4つの音というわけでもない、ね、そうなんですよ、途中ちょっと ね、でも ほとんど大部分4つの音ですね。はい、はいはい、ということでこの曲を聴いていただきたいと思います。はい、thank you.
これを見てた、これを見た他のピアニストが5ノーツを作りました。どんどん音が出るのち普通の曲になっちゃバカにしたような音が出る。この人を小バカにしたような楽器同士のアンサンブルで、はい、曲はめちゃめちゃ名曲じゃないですか。名曲ですね。ね。こんな綺麗な旋律の曲を。そうですね、申し訳ないかな。申し訳ないですね。心を込めていきましょうか。もうね、結構ポカーッとしてしまいますよ、はい、一見に取られますから、はい、曲はスティービー・ワンダーさんの、You are my sunshine of my life、はい。
テクニカルです。テクニカル、はい、テクニカルっていうか、いや難しいは難しいですけど、なんとも言えないですよね、このアンサンブルがね。どっちもなんかしっかりした音が出ないっていう気動詞の。ね、きっとこの曲はいろんな人がカバーしてると思うんですけどね。多分この組み合わせでのカバーはないと思うんですよね。世界初のカバーですね。スティービーワンダー偶然見かけてほしいですね、この動画。そうですね。なんてコメントしていいかわからないです。そうですね。はい、はい、それでは次はですね、夜桜おしっち。夜桜おしっちの曲を、スティービーワンダーの次、坂本冬美ですよ。どうなってるんですか一体。はい、なんか演歌をやろうっていう話になった。そうなんですよ。前回だか前々回だか、はい、終わった後に、はい、で演歌何の曲がいいかっていう話になりまして、はい、もうぜひこれをっていう、私好きですねこの曲。まあ演歌もともと子供の頃大好きだったんですよね。一番好きなジャンルだったんですか。私ね、トッツァン坊やって呼ばれてたんですよ、小学生の頃に。演歌と時代劇が大好きな子供で、小学3年にして、そうですよ、だから小学3年で分かってもいないくせにノートにひらがなで愛しても愛しても、ああ人の妻いい分かってるのかみたいな。いや今のサザンカの宿の歌詞なんですけど、はいはい、それほら歌詞をこう、サザンカの歌詞なんですね。歌を、はい、ほら覚えるために覚えるのに書いたりするじゃないですか。小学3年にしてノートにそんなこと書いてるんです。すごいですね、それ覚えようと頑張ったんですね。歌ってましたね。絶対に分かってないと思いますけどね。すごい、それは初めて聞きましたね。いや演歌好きでしたね。アイドル全盛の時代でしたけど、はい、でも私は演歌が好きだったんです。アイドルは見向きもせず。見向きもせずでしたね。なんだか変わった子供でしたよ、はい、それは変わってますね。周りにいなかったですもんね、演歌が好きな子供って。お友達とかって、おばあちゃんとかは話し合いましたけどね。はい、そうですね。でも演歌もいい曲いっぱいありましたからね、はい、そうなんですよ、この坂本冬美さんのこの、ね、曲は本当名曲ですね。素晴らしい。そうですね、演歌全盛からはもうちょっと後の時代ですけど、はいはい、だから私がもう演歌大好き少年はもうだいぶもう終わった後ですけど、はい、この夜桜お七を聞いた時に、はい、初めてラジオで聞いた時に、はい、あ、久々にちょっと演歌ですごくいいって思える曲に出会ったかもと思ったのが夜桜お七なんですよ。それですごく印象的で覚えてるっていうか、はいはい、なんかすごい演歌の中でもすごい大曲ですよね、はい、今日はそれをさらにアドリブ入れてちょっと聴いちゃおうかな、ちょっと割とでも演歌の割にもともとジャズ的要素も強い、ね、そうなんですよね、すごくおしゃれで、三木たかしさん作曲なんですって。さすがですね、はいはい、さすがですねとか、ね、偉そうです、ね、素晴らしいです、はい、すみません、ね、演奏させていただきましょうか。当たり前だよみたいな、はい、すみませんでした。はい、thank you。
Thank you.
お七でした、はい、ということで、次は、ですね、アナザーさんのオリジナル曲をここで今度はアナザーさんの曲を対馬、あ、まあ、対馬ですね、対馬、対馬、対馬ですよ、ビオラですね、はい、はい、長崎県の対馬で2回演奏したことがあるんですけれども、島の人たちがめちゃめちゃフランスっぽくていい方ばっかりで、おかしなぐらいいい方ばっかりで、ね、そんな対馬で受け取った懐かしさ、温かさみたいなイメージで書いた曲なんですけど、この曲を聴くたびになんか対馬の思い出を、ね、頭の中に描きますけど、油を使ってお届けしたいと思います。対馬です。
島でございました。ありがとうございます。なんかね、でもこの曲書いた時は全然なんかシンプルすぎるから、これはちょっとダメかなって思ってたんですよ。まさかこんなに、はい、人気、CD、とても人気ですよね、はい、もうちょっと前、今ちょっと前、今度の CD には入ってないんですけど、はい、今日ですね、はい、その新しい CD 以外にちょっと訳があって、今日おいでくださるお客様で、はいはい、私が2010年に出してもう完売になっちゃった追い風は南からっていう CD があって、はい、それをですね完売になっちゃったんですけど、私多少手持ちがあるので、今日持って来させていただいて、この中には対馬が入ってて、1枚はそんなんでご予約なんですけど、もう1枚持ってきてありますので、もしご興味あれば。私でやったんじゃん。予約したのは私。とあるっていうか、中古で、もう、本当ね、中古の市場って、頭きちゃうんですけど、実際販売中とかは、中古でもうものすごい安く1000円とか500円とか出してるくせに CD が完売になったっていうのが出た瞬間に今度ぼったくるんですよ。で今この追い風の南からが4万円とか4万5000円とかで、で本当にね、あれでも4万5千円とかでも私には一銭も入りませんので、アマゾンでもそうですよ、アマゾンとかね、メルカリもそうかもしれませんけど、完売になった瞬間にぼったくるんですよ、はい、そういう仕組みなんですね。そうなんですよ、ね、だからいや、そんなんで買う必要ないですよって言って今日持ってこました。ありがとうございます、はい、あともう1枚ありますので、ご興味ありましたら。でも穴沢さんの転売目的で買うのはやめてください。在庫が結構ある。結構はないです、結構はないです、結構はないですけど、まあいくらっていうのはね、広いですね、広いですよ。そうだから、それで、はい、持ってきました。で、対馬入ってます、このチーム、はい、あ、ちなみに新しい CD も、この追い風南からも、2500円、消費税はライブの時はサービスにしております、ね。はい、で、みえさんの CD も今日あるんですよね。あ、はい、いくつ YouTube で上がってるから、この機会に宣伝しちゃいましょう。あ、そうですね、そうでしょ、ぜひよろしくお願いいたします。今日3種類、3種類持ってきてるんですけど、ちょっと今日忘れてきちゃった。はい、現金、はい、そうですね、この9月、今年の9月に発売された、はい、アルバムが2枚ございまして、はい、マヤメイというユニット、古見まやさんっていう方と、私山田芽衣でマヤメイってそのままの名前を、ユニット名にしました。それで日本の童謡の曲を、奇想天外なアレンジに、しました。アルバムを出しました。童謡といっても、勇気一つを共にして、アナザーさんご存知ですか？知ってます、知ってます。あの曲、芸者のイカロスですね、芸者のイカロスです。あの曲なども入っています。そしてあとはこの9月出したのが、ワールドミュージックのアレグリア大陸という、いろんな、フォルクロールの楽器や、スティールファンってカリブ海の楽器などが入っているバンドで、ワールドミュージックの明るくて楽しいアルバムを作りました。ぜひよろしくお願いいたします。はい、その他ももう1種類がございます。ぜひ休憩時間に、お手に取って見ていただけたらと思います。はい、という CD、はい、インフォメーション、ありがとうございます。はい、では最後の曲、はい、最後の曲です。おなじみのチャールダッシュを、はい、thank you.
後半第2ステージありますけれども、それぞれ YouTube でご覧の方とはここでお別れになります。よろしかったらですね、はい、アナザーチャンネル毎日動画、更新しておりますので、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それからですね、基本的に YouTube ライブですので、基本的にはまあ無料でご覧いただけるものなんですけれども、コロナ禍でですね、なかなかライブ活動も、だいぶ戻ってきてはいるんですけれども、まだまだ思うように、戻ってきてないということもあります。このように YouTube ライブをですね、この月夜の子猫でも今まではやってなかったんですけれども、行っていますということで、もしご覧いただいて、楽しかったよとかね、またやってねとか感じていただけたらですね、PayPay を使った投げ銭を募集しておりますので、よかったら投げ銭の方ご協力いただければと思います。説明欄にも私のペイペイの ID を、載せておきますが、穴沢329、全部小文字で ANAZAWA 数字で329でございますので、こちらの方までペイペイのチャージを送る機能で投げ銭を受け付けております。集まった投げ銭はメイさんとシェアさせていただきますので、こちらのご協力もぜひお願いいたします。お願いします。はい、そして、YouTube でご覧の方、よかったら月夜の子猫に遊びに来てくださいね。東京銀座新橋の駅から徒歩3、4、5分、はい、ぐらいでございますね。基本的に、バースタイルというか、お飲み物とおつまみですけれども、もう毎回のように言っておりますけれども、ここのポップコーンは私日本一おいしいポップコーンだと思っておりますのでね、おつまみもありますので、ぜひ遊びに来てください。ということで YouTube でご覧の方はここまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。